どうも大将です。なんかねよくね飲食店開業したいんですけどとか相談してくる人が結構いるんですけど、まあなんかいろんな職種があるんで何がいいんかなっていうのをねちょっと僕なりに考えたんで話そうと思います。うちがねもう8年半になるんで、うちもねちょっとねそろそろ店広げていこうかなっていう考えもあるんでいろいろ考えてるんですけど、まあ焼き鳥屋はねやらないと思いますね。まあ焼き鳥普通に刺せてね、刺して仕込みして焼いてカウンターのお客さんと話できるぐらいの人ならね、もうわざわざね雇われていないんで、そんな人雇ってたらねいずれ独立して店店長いないから閉めますみたいになるのが目に見えてるんで、まあ焼き鳥屋はね展開はやめた方がいいですよって、まあとりあえず書いてないですけど、まあ何がやどんな飲食店がいいんかな、なんとなくですね。まあ広島なんでね、とりあえずお好み焼き、まあこれはねなしでしょ。まあ儲からないでしょお好み焼きは。よっぽどね観光客とか来るような店じゃないと、まあ、昼がメインになるんで、どうしても普通のお店はですね、昼もねやっぱり焼いて食べるっていうと結構時間かかるんで、まあね配達専門店にするとかすればいいかもしれないですけどね、お好み焼きで儲かってるとこってほとんどないんでね、まあやめましょうって。次がねうなぎ、これねちょっと僕がね気になってるんですけど、うちがやろっかなーってちょっと今検討中なんですけど、広島ってねうなぎ屋がねほとんどないんで、ほんとこの中心地でいうと何軒かしかないと思いますけど、うなぎはね一押しかなって、ちょっとありなんじゃないかなと思ってちょっと検討してます。で昼夜もまあ客取れるしお酒も出ますよね。お好み焼きダメなのが、まあ お好み食ってお酒飲む人あまりいないんでね、酒が出るっていうのと、まあ単価がある程度取れると。あとはね、うちはね奥さん中国人なんで、中国人の従業員とかも集めれるし、中国人のね観光客も集めれるわけですね、 SNS とかで。なのでねコロナ終わって客が動き出すとね、うなぎって中国人とベトナム人、日本のうな重とかね、やっぱり写真映えするんで SNS で上げるために結構みんな行くんですよ。で広島にそういう観光客が行けるようなお店がないんで、これはねちょっとうちにしかできない商売なんでね、ありかなと思います。普通の日本人がやってもダメですよ、うなぎ屋はね。日本人だけやっても人口減っていくんでね、まあうちみたいに中国人の客呼べるとかっていう何かがあるんならこれはありだと思いますね。まともに普通にじゃあうなぎ屋やりますって言って、まあ儲かる商売ではないと思うんで、三角ぐらいですかね、普通にまあ日本人だけの商売なら三角にしときましょうか。で穴子、まあ、これ三角ですね。穴子ってもう昼しか食わないんで、あとねまあ穴子とうなぎはね絶対うなぎの方がうまいっすね。僕は穴子そんなに好きじゃないですからね。まあ2000円ぐらいでうなぎが食えるんなら、まあまあうなぎ行くでしょうと。観光客来るんかどうか分かんないですけど、まあちょっとね僕自身がねここに興味がないんで三角にしてますけど、まあやりたい人はやったらいいんじゃないですかね。僕ちょっと分かんないですね。次がねラーメンはまあありでしょう。昼夜客来ますしね、夜はちょっとビールとか出ますよね。まあ丸にしてるんですけど、これはねもうメニューをもうほんとめちゃくちゃ少なくして、ほぼラーメンとおにぎりとかぐらいで餃子ぐらいですね。まあそれぐらいでできるんならまあまあ儲かるでしょうっていう、まあそこができないんでねみんな儲からないんですけど、今日ちょっとねあのライライ亭っていうチェーン店行ってきたんですけどね、めちゃくちゃメニューがあるわけですよね。醤油ラーメンとか醤油豚骨とか塩ラーメンとかね、そんなにメニューあったらねやっぱり管理もめんどくさいし、店長がいくら給料もらってるんか分かんないですけどね、まあ
まあそんなところで長いこと働く人間はいないんでね、若いうちだけですよね。50歳60歳になってラーメン屋の店長やってる人ってほぼいないんでね、やっぱそう人間を集めるのが結構苦労すると思うんで、メニューをかなり減らせればねいけるんじゃないかなと思います。でうどんはね、まあまあそれなりにいけるでしょう。ぼちぼち昼だけですけどね、夜そんな客いないと思いますけど、まあまあ悪くないんじゃないかな。うどん屋にめちゃくちゃうまいうどん求めていく人いないんで、まあ65点ぐらいの以上の点数出しとけばね、あとは場所の問題でいくらでも客が来るんで。で昼だけの強みっていうのがね、アルバイト集めやすいんですよね。日本ってねもう平均年齢50歳なんで若者がいないわけですよ。なので、ね、夜のバイト集めるのは今からどんどん苦労していくんで、昼のアルバイトっていうのはね余裕で集まるんでね、主婦で、まあどんぐらいなんですかね、今昼で950円とかぐらいは出してるんですかね、忙しい店だと950円1000円出せばねいくらでも集めれるんでね、まあそういう意味でもね昼業態はまあまあありかなと思ってですね。うどんは別にそんなにうまくなくても来るし、次ね和食、これね結構相談されるんですね。和食と居酒屋ぐらいがやろっかなっていう人いるんですけど、まあ絶対にダメっすね和食はこれやったらね、まあほぼ潰れると思ってますね。何歳でやるんか分かんないですけど、和食30年持たすっていうのはねほぼもう不可能な時代になってると思うんで、うちみたいにね中国客呼べるとか、大将自身が中国語喋れて接客できるとか、まあそういう感じならありえるんかなとは思いますけど、なかなかね普通の人が和食やってね、こっから30年ぐらい経営していくっていうのはねもう無理なんじゃないかなって僕は思ってるんで、これ×ですね。あと従業員がいないですね夜、和食っていうのはね基本的にやりがい搾取っていうか奴隷契約みたいな感じで、若い職人を雇って、まあ、技術を教える代わりにほぼなんですかね、残業代とか一切つかずに最低賃金でひたすら雇われるっていう、そういう古い習慣で成り立ってきた、世界なんで、まあ、人間が集まらないですね。若者がもういないですから、さらにもう若者いないんで若者の給料がね今からどんどん上がっていくんで、最低賃金で和食やりますっていう、まあよっぽどの、ね、学歴ない人ぐらいしかいないですよね。まあないでしょう。まともにね大学とか出れば、普通に高卒でも今就職余裕であるんで、大学出ればね楽勝でもう25万ぐらいは多分もらえるような時代になるんで、初任給でまあね、もう20万切るっていう企業はほぼないでしょ。今は25万ぐらいになってくると思うんですね。それなりに優秀ならねもう30万とか出るような時代になると思うんで、まあ17万ぐらいとかの最低賃金でね5年ぐらいとか働く人なんかまあいないっすよね。周り見てたら俺何してんだろうかってなりますからね。でこの子がまあ例えば18歳ぐらい専門学校ぐらい出て20歳ぐらいかで職人の世界入って10年とか経ったとしたならば、もう30歳ですよね。その時点で今の現在から10年経ってるんで、僕はね和食の寿命はあと20年しかないと思ってるんで、この30歳10年後に30歳で独立した人のお店が持つのがね10年ぐらいが限界だと思います。なのでね和食はまあやめましょう、やめた方が無難ですよ和食の人はね。なんか言いたいことあるかもしれないですけどね、まあまあ多分僕の言ってる通りになるんで、和食を経営したいっていう人はねさっさとやめて他のことを極めましょう。あ、洋食書いてなかったですね。洋食はまあどうなんですかね、僕わかんないですね洋食の世界どんなもんなんかわかんないですけど、まあ夫婦でやってたりとかする店が多いんで、洋食屋になんかこうやりがい搾取されてるみたいなイメージはないですね。まあでも
あるんかもしれないですね。ケーキ屋さんとかそんな感じですよね。まあ安い給料でこき使われて独立したら、独立するのにもう1000万も2000万も借金しないと店ができないみたいな。ケーキとかもね、まあ厳しい世界なんでね、やらない方がいいですよね。まあ和食はなし、洋食はちょっと分かんないんで、まあ三角ぐらいですかね。で居酒屋、これもね三角。ここはねどっちかというともうその大将のね、能力に寄ってくるんじゃないかなと思ってますね。で、まあ、夜オンリーで、まあここはね、まあ、結構性格とかねである程度左右できるんで、で夜ねもうバイトがいなくなりますよね、まずは。でなのでね、若者いなくなるんで、うん、まあ夫婦でやるか、夫婦でやるっていうのもねなかなか難しいもんで、どうしてもね子供ができたりすると奥さん働けなくなりますからね。まあ独立が遅ければできないこともないですけどね、子供がある程度大きくなって40ぐらいで店建てるとかぐらいならいいですけど、若いうちに店建てて結婚してってなるとここがもうネックになるんで、でバイトが集めるの難しくなってきますよ。若者いないですかね。まあね、うちみたいにね僕が中国語喋れるんで、中国人の文化を学ぶとか、ベトナム語を覚えてベトナム人のちょっと文化を覚えるとかってしていければね、人間は確保できるんで、結構厳しいのが人間確保が厳しいんじゃないかなと思ってですね、居酒屋は。あと若者が酒飲まなくなるんで、まああと20年ぐらいじゃないですかね。今20歳の人がね40年間居酒屋経営しようって思ってる人はね、やめた方がいいっすよね。うどんとかにした方がいいっすよ、多分。いや飲む人も減ってくるしね。まあ厳しいんじゃないかなと思いますね。人口減ってくるんでね。まあ30年とかやるって考えるとね、やっぱり中国人客とかね、外国人客入れるようななんかちょっとシステムしないと難しいかなと思ってます。焼肉、最後。焼肉屋ね、僕はもうダメだと思ってますね。まあ夜オンリーなんですけど、よくね、広島でいうね、グリグリ屋とかね、カルビッシュとか、焼肉キング行ったことないんですけど、食べ放題のチェーン店、僕らソフトクリームとか食べながら焼肉、合間合間に焼肉食いながらソフトクリーム食べるんで、グリグリ屋結構好きなんですけど、まあ、ああいうところ行くとね、もう3000円ぐらいでね、結構美味しいもん食えるし、食べ放題なんでね、いろんな部位も食えるし、アイスとかもついてて、子供のなんか、子供タダだし、3歳以下とかですね。って考えると、もう勝負にならないですよね。まあ、家族でやって、夫婦2人ぐらいでやってね、15席ぐらいの店をね、切り盛りしていくっていうのはできると思いますけど、まともにやって稼げるっていう時代はね、もうほぼ終わったと思うんで、まあやめた方がいいでしょ。人口も減るし、焼肉ってそんな観光客とか来ないんで、まあ、日本人客減ったからって言って外国人入れようとかっていうのも多分難しいんで、これはまあやめた方がいいですよ。こんな感じで、まあね、なんかよく相談される洋食が入ってなかったですけど、僕の周りに洋食やってる人がいないんでね、忘れてましたね。まあ寿司もまあ和食と一緒にしましょうか。これもまあ回転寿司とかに押されるんで、まあまあ厳しいですよね、寿司も。僕がねちょっと興味があるのはまあうなぎとまあラーメンぐらいかな。ラーメンはね今業者に頼むとね、スープ全部冷凍で作ってくれるんで、店で作らなくても やってくれますよね。なのでね、店の、なんていうんですかね、店入った時にね、豚骨の匂いとかね、ガラとかの匂いとかあんまりなかったら、それ多分ね、冷凍でスープ作ってきて持ってきてもらってますね。もう、匂いがそんなにない店っていうのは、なんかそんな感じでね、外注して作ってますよっていう、そんな時代になってます。まあ僕はね、ちょっと展開するとしたら、ラーメンとかうなぎぐらいは、ちょっと今は考えてるかなっていう感じです。あとね、まあいろいろ聞かれるんですけどね、
飲食業ってね 90% ぐらいの店はね成功しないんでまあ食べていくことはできますけど、まあ収録営業で祝日とかも休めず年間ね5、60日ぐらいの休みしか取れないのを成功というのかっていうのはね、僕はもうそれは失敗だと思ってるんで、ほとんどの 90% 以上の店がそういう感じになるんで、まあほぼ失敗するんで、基本的にはやめた方がいいですよって言うんですけど、まあちょいちょい相談来るんでこんな話しましたっていう感じでした。またちょっとなんか店出す時とかまたうなぎちょっと気になってるんでやるかもしれないんで、また報告します。じゃあまた次回、バイバイ。